4回先発西野がタイムリーを打たれ先制を許す。ああ、早川打てないよ。ああ、西野が耐えられず。早川相手に1点なんて大量点は無理だろう。今日の早川にはこの1点で十分でしたのパターンか。6回一発を打たれ2点差。はいはい、浅村にやられるこの感覚どこか懐かしい。あ、西野だな。ソロでよかったけども2点はきつい。まあ6回2失点なら。7回ピンチを作るも無失点に抑え、西野は7回2失点の投球でマウンドを降りる。なんとか抑えた。西野7回2失点は十分すぎる。西野内ピ、打線奮起しろよ。先発は仕事した、打線は働けよ。チャンス君、仕事しろ。西野は頑張った。西野は逆転して西野に勝たせてやれよ。今年も10勝できないぞ。打線は相手先発早川の前に手も足も出ず、迎えた9回2アウト1塁から外のタイムリーツーベースで1点差。来た、さすが外様。外来た、はあはあ、分からなくなってきた。完封阻止 WW、 完封回避してよかった。その後同点のチャンスもセカンドゴロで試合終了。あちゃ、惜しかった。胸、よく当てたわ。下位打線ひどすぎるだろ。地獄の下位打線、完封防いだだけで同じじゃないの。今日はノリ本引っ張り出しただけよかった。まあ最後は楽しめたした。昇竜院は下がったかな。